はい、ではこちらのクリスマスアレンジというかクリスマス用に飾ったお花、このまんま12月25日を過ぎて、まあ、12月26日くらいになりましたらお正月用に簡単に変身ができます。ちょっとすごく簡単なのでこのままお見せしたいと思います。お花は何もいじりません。このお花のまんまです。また小物を変えるだけで雰囲気を変えていきたいと思います。ちょっと一回お花を避けて、まず敷物を変えます。今は洋風のこのクリスマスの柄が入っているのでこれを和柄に変えます。別に何でもいいんですけれども、これは大判のハンカチとか風呂敷サイズかな、大判ハンカチですね、50センチぐらいあるかな、大判のハンカチです。これもそうです、ハンカチです。ちょっとシワがしまっといたのでシワが入っちゃってます。あんまり綺麗じゃないですけど、どうしようかな、これ両方ともちょっと折っちゃいましょう。くるくるっと、今ここで考えているので本当に今ここで考えてもぐるぐらいでもできるよっていうのを見てください。そうですね、ちょっとどうしようこれくらいかな、この方かな、で乗せます。このままだとまだまだ地味ですのでもう少しちょっとマットずらしますね。まだまだ地味ですね。はい、寂しいです。そこでちょっと小物を入れていきます。あ、松ぼっくりそのままでいいですよ、使っていきます。ちょっと和小物です、扇のピック、これちょっと12月にお届けしたお花の会で届いてますので会員さんは使ってください。それから水引き、これ今定番の金色と赤色をちょっとぐるっと巻いただけです。特別何もしてません。水引きですよね、こうただぐるっと一回通しただけです。よいしょ、一番シンプルな結び方ですよね。モチーフ水引きの結び方っていろいろありますし、水引きでアートっぽいのを作ろうなんていうのも結構コンテンツがあったりしますので何やってもいいんですけど、これも今はただ輪っかを作っただけで、これをちょっと乗っけます。乗せるだけでも大丈夫です。怒ってきちゃうとかだったらもちろんなんか針金で縛って刺してってやってもいいんですけど、大抵お教室だと刺してこういろいろ加工すると思うんですけど、やらなくても見た目に乗ってればいいんで乗っけて止まれば OK です。乗らなくても器に水引き縛っちゃうとか足元に置いちゃうとかだったら別に固定の金具とかいらないですよね。だから別に ないと全部それをやらないとやってはいけないとかやらないとできないっていうのではなくて、他にもそれは針金で固定しなさいとかっていうのは一つの方法なんで、別にその方法じゃなくても全く構いません。でそれから最後に松ぼっくりのこの今金塗り、お正月なんでちょっと金にしようと思います。金塗りと普通の松ぼっくり、ちょっとこれはワイヤーをかけたものですけれども、これを端っこの方にお花の中にちょっと入れてみます。これもだから別に針金をつけなきゃいけないっていうことじゃなくて、ここに置く松ぼっくりを下にこの塗りの松ぼっくりにするだけでももちろん綺麗です。で今小物を足した交換して足しただけ、ちょっとお正月っぽくなってますよね、ぽくです。これできれば今
クリスマス用に白肉塗った枝を入れたんですけど、この枝が銀色、金色だと本当にお正月になります。お正月のお花、あんまりこのブローニアは使わないので、これをさっきのリューカデンドロにちょっと変えてみましょう。この方が正月っぽいと思います。こういう 和洋折衷のお正月アレンジメント、結構最近の花屋さんでは置いてあると思います。中身は実はあまり変わりません。小物です。なので小物チェンジなので、お家でもクリスマスの花を飾った後、ちょっと見た目を変えれば和洋折衷な感じ、和モダンな感じにすることができます。バラの花でもできますので、ちょっと遊んでみてください。